体の成績の減点が多い団体がまず出場します。そのうちその選手の中でチームの中で一番減点の多い選手からの情報となりますが、この五十嵐選手、早稲田大学の1年生、今年が初めての全日本学生、今大会96名の選手が出場いたしておりますけれども、10名の選手が1年生です。さあ、スタートしました。この五十嵐選手とコーチには昨日減点24点、減点24点でゴールをしております。北海道産のアンブロアラブ10歳になります。センバさあ、扇形の7番障害から、そして奥行きのあります奥山障害、現在5つの障害の落下がありまして減点20点で走行中です。さあ、3メーターの奥行きがあります D5 障害、これは大丈夫です。1メーター25センチの垂直障害、さあ、これから2つ続きます。ダブル障害、高さが障害で赤がありました。そして幅のあります奥さん障害です。最終の1メーター30センチあります垂直障害、これをクリアしてきました。走行タイムが88秒47、88秒47。